妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、お姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティアゴ猫型戦車、ミニヘルニャンこと T67 ちゃんだね。うむ。マップは砂の川、マッチングはティアゴから7だね。それじゃあ初動は、中央で通行量の徴収と行こうか。了解だよ、お姉ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。今日からしばらくは、真面目に立ち回りの説明をするんだよね。うむ。いつも真面目だけど、特に立ち回りに関する話を重視しようって感じだね。そしたら早速、このマップにおける初動からだね。このマップにおける定番の駆逐ポジションは、自陣周辺になるんだけど、序盤はまず敵が来ないんだよね。なので、序盤は通行量を狙うか、あるいはもっと別の場所で狙撃を狙うのがいい気がするね。そうだね、お姉ちゃん。それでここで通行量を狙う以外に、どんな初動があるの？うむ。ここ以外だと、多分この3箇所が有力かな？緑の丸の位置は、南と中央を狙える王道的狙撃地点で、割と行く人多い気がするね。次に赤丸なんだけど、ここは北に向かう敵への通行量が狙えるポジションだね。ただ、重戦車相手だとポジションに着く前に通過されたりするので、足の遅い子が北に行っていれば、って感じになっちゃうね。最後に黄色は、最速で向かって敵より先に構えて、一発撃って撃ち逃げするポジションだね。さて、そしたらここでの通行量の徴収はこれにて終了かな。そうだね、お姉ちゃん。この後はどうしよう？この後は戦場の流れが重要になってくるわけなんだけど、今のところ南は味方さん有利だろうから、多分南部隊が攻め込むね。なので、狙撃できる敵が現れるかもしれないので、と、早速見えたね。了解だよ、お姉ちゃん。狙い撃つね。ただお姉ちゃん、中央突破を図ってる味方さんもいるね。むう、なんというか、すっごく大胆なルート選択だよね。本当だね、お姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。さて、敵のおよその位置も割れたし、敵陣にはトラさんとヤクパンさんだけっぽいから、ここからは圧倒的攻め時だね。了解だよ、お姉ちゃん。まずは下にいるIS さんだね。うむ。ただ今の感じ、警戒されてたし、これはポルシェティガーさんと歩調を合わせた方が良さそうだね。わかったよ、お姉ちゃん。よしよし、ナイスショットだ、ジソーさんだね。そしてポルシェティガーさんが動き出したし、私たちも行くとしようか。了解だよ、お姉ちゃん。乱れ撃つね。ナイス撃破大妹よ。それじゃあお次は敵陣の方位殲滅戦だね。と、まずい、中央にクロムさんだね。くぅ、一発撃たれちゃったか。反撃は、逃げられちゃったか。まあでもヘルスはないっぽいし、さして脅威でもないね。それより敵陣にいるヤクパンさんを狙撃しちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。あと、軽戦車さんも敵陣にいるみたいだね。うむ。とはいえ、ティアゴ軽戦車さんがいたところで、体勢に影響なしだね。あわう。ミニヘルニャンだとヤクパンさんは貫通しにくいね。うむ。にてあ上だし、こればっかりはね。それじゃあさっきの横槍クロムさんも落ちてるし、今度こそ方位に加わろうか。了解だよ、お姉ちゃん。よし、早速軽戦車さんを発見だね。あう。くぼ地に逃げられちゃったね、お姉ちゃん。うむ。そしたらしばし待っていようか。そのうちヤクパンさんが出てくるだろうからね。了解だよ、お姉ちゃん。ヤクパンさん再びだね。ナイスショット大妹よ。このまま軽戦車さんも撃っちゃうね。うむ。見つかりそうだけど、お構いなしで行っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。よしよし。これで敵陣にいるのはヤクパンさんとジソーさんだけになったね。ただ、北東戦場の味方さんが落ちちゃったから、このまま正面突破を図るのは、北から襲いかかられそうだし、ここは味方さんが南から詰めるのを待つとしようか。わかったよ、お姉ちゃん。でも、トラさんがまっすぐ行ってるね。む、左に T34-85 さんだね。了解だよ、お姉ちゃん。狙い撃つね。敵は他の子狙いだし、ここはもう見つかってもいいから撃っちゃおうか。わかったよ、お姉ちゃん。乱れ撃つね。
ナイスショットだ妹よ。いい感じに撃てちゃったね。敵はこちらに詰めてきているけど、ヤクパンさんからの射線はなし。それなら仕留めに行こうか。了解だよ姉ちゃん。まだ北にもいるけど、同格さんなら被弾しても大丈夫だもんね。うむ。ナイスショットだ妹よ。さて、これで敵は一両だけだね。む、今の着弾、敵の攻撃かな？北にいるはずだし、探しに行っちゃおうか。って、終わっちゃったね。あわう。ともあれ無事に勝利だし、勝利の雄たけびと行こうか。にゃーおー。成績発表。よだめ2879、キル数3、アシスト860、棒ダメ0。スコアは1413でチーム内トップ。M バッジに大口径をゲットだね。終始は、見なかったことにしようか。今日のバトル、通行料の徴収に始まり、南部隊とピートラさんの進軍の支援、そして敵陣の包囲と、なかなかの活躍だったよね。そうだねお姉ちゃん。こういう押しっぱなしの戦場でも、前線に近い場所から狙撃できちゃうのが、猫型戦車の強さだよね。うむ。足の遅い子とかだと、万一味方さんが帰り討ちにあった時とか、戦場の流れが変わった時下がれなくなっちゃったりするけど、足と隠蔽、両方が揃ってるミニヘルニャンとかは、いざとなってもいくらでも逃げれるから、前に出るリスクが低いのがいいよね。本当だねお姉ちゃん。ではでは、にゃーおー。